東京オリンピック・パラリンピックでは外国から来た大会関係者の送迎がスマートフォンのアプリを使って行われます。東京大会では運営に携わる外国から来日した大会関係者4000人から5000人を乗用車600台で輸送することになっています。組織委員会によりますと、過去の大会では言語の問題からドライバーが目的地を聞き間違ったり道を間違ったりするなどのトラブルが多く発生していました。こうしたことを防ぐため、東京大会ではスマートフォンのアプリを使った配車が初めて行われます。利用者があらかじめアプリで乗車予定時間や目的地を登録しておくと、指定の場所、時間に配車され、ドライバーには目的地や経路などが示されるということです。アプリは大会の ID とも連動していて、組織委員会は行き先間違いなどが相当数減るとしています。